どうだった、これちょっとすみません、あの違ったら申し訳ないんですけど、イム様ですか。え、そんな、イム様、イム様、いやじゃあまあまあまあ、ちょっと追いつけてないですよ、理解が。びっくり しますよ、こんなのって。イム様ですか。イム様です。そんな声なんだ、イム様って。イム様です。こんな感じなの。イム様こんな声なんですね。どうも皆さん、こんばんは。嘘でしょ、ちゃんと挨拶する。ワンピースの最近のジャンプでおなじみ。馴染んでないもんな。イム様です。マザーフレームを使いたい。困る困る困る、王国が滅びるって。マザーフレームを使いたい。いやマザーフレームを使いたいじゃん、そのまんま真っ黒なんだっていう。そそう、まずそれで追いつけてないんですけど。そうだ、あ、そのまんまだったんです。でも詮索するな、答えやせん。光の加減で黒く見えてるとかじゃない。とかじゃない、とかじゃない。別にあのまま、あのまま。え、みんなか影かなとか言われてるけど、はい、別にムーはあのままだ。あのまま、あれで出てる。あれ終わり。あれで別に終わり。素顔とかみんな気にされてるんですよ。素顔だってこれが素顔だもん。そんなこと言われても。心で無視や、無視や、無視や、心で無視や、呼びますけど。先ほどからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないのはなぜ。言ってないです。それだけ言ってない。しか言ってないけど。どう聞こえてたんですか今まで。違う、今回は ASMR ということで。はい、今日は一体何をするんだ、ネフェルタリ家のリリー女王。リリー女王じゃないです。じゃない。違います。違うのか。はい、今日はですね、あの新作 あのソースが出たので、マックのナゲットを食べていただきたいなと思います。マックナゲットか。取りに来てる。自ら王座を立たれた。これだけか今日。そうですね、これムーが食べるのにこれだけか。あ、そうです、すいません、頼んでないのか。いや、すいません、ちょっとナゲットで。なんかそのだからビビとかさ。ビビかもしれない。欲しいかもしれないですけど。ビビが欲しいんだけど。それじゃあ早速、はい、やっていきましょう。はい。終わった人、終わった人ラインスタンプ好評発売中。そうですね、それが今回の新作のソースらしいので。ガーリックハバネロソースとサワークリームレモンソース。まあ早速食べてみる。ごめん、ちょっと汚れちゃったから。そこにビビあるから取ってくれる。ビビじゃないですよ、ビビ拭くなよ。ビビあるからちょっと。ビビ拭くやつじゃないんで。もういらないな。いらんめ、いらねえな、おい。こんな味がするのか。え、知りたいか。そうですね、どんな味かちょっと知りたいですね。それでは、ヌシアの知りたいことを一つ教えてやろう。はい、お願いします。 D とは、かつて我々と対立した者たちの名だ。え、ちょっと聞いてない、聞いてない、ソースの味を聞いてるんだって。だから D とは、 D とはじゃなくて、 D とはじゃなくて、ソースは、はい、これどんなのか。そうですね、ちょっと知りたいですけどね。味の感想をいただければ。絶対出ない、そんな声は。五郎さん、びっくりするぞ。何の顔。酸っぱいです。めちゃくちゃ教えてくれた。めちゃくちゃ。次のやつも食べていきましょう。ちゃんと ASMR 意識してくれる。どうしました。え、どうしました。何しました。下感でいたたってなってんの。なんか冷蔵庫にさ、ビビあるから取ってみたい。だからその冷蔵庫。え、ビビって何なんですか、マジで。ビビがあるから冷蔵庫に。コーヒーとか飲むんですね。うわ、腐ってんだよ。ちょっと知りたいこといくつかあるんですか。むしろが知りたいこと。あ、そうですね、いいの教えてやろう。うん、あのまずワンピースって何なのかこれ聞いちゃったんですか。確かに聞いちゃう。いや、ちょっと知りたいですね。ぜひ。話せば長くなるぞ。あの全然違う。いや、もう聞きたいんでね、それは。お願いします。とある王国に、はい、とある女が住んでる。はい、その女は一人の息子を授かった。その息子がある日交通事故で亡くなってしまった。え、その交通事故で亡くなった息子と今後過ごしていくであろう思い出を、あのクレヨンで綴った。妄想。そう、ミサイルの妄想じゃないよ、しんちゃんのやつです。クレヨンで綴った妄想。
ミサエの言われてるやつです、それは。いや、これ以上は詮索すぬ。詮索すな、これ以上。詮索とかじゃないよ。これ以上は違うので、ちょっと。詮索するな。次のソース。次のソース。ああ、そうです、ね。ハバネロソース、これも食べないと。ハバネロソースです。え、ごめんなさい、マザーフレームだ。違います。結構辛い。ああ、そうなんですね。これ邪魔だねこれ。え、椅子もっと大事に扱わないといけない椅子じゃないんですか。空の玉座でしょ。ずっと開けられてた椅子なんですよそれ。これ引っかかるかこれ邪魔だろ。そんな雑魚椅子。これコロコロついてるからそっちはといて。あれコロコロついてたんですか。コロコロついてほら。ずっと開けられてたやつ。いやでもこれ以上は詮索するんだ。驚きの事実ですけどね。アマゾンで詮索したらすぐ出てくるやつ。どんな味か。そうですね。辛いだけではなく。こんな味なのか。どういう味か。はい。それでは主屋の知りたいことを一つ教えてやろう。味のこと教えてくれ。大げさですけどちょっと。D とは。結構ピリ辛なんだよな。あ、このハバネロソースっていうほどはでも辛かない。あ、ハバネロの唐辛子のあの味の感じは残しつつ辛さは抑えられてて非常にナゲットが染みます。ちゃんとしてるな。急にちゃんとして。むしろ他に知りたいことはない。いや確かにこの勢いでちょっと聞いちゃおうかな。聞けるもん全部聞いちゃおう。え、そのラフテルってどこにあるんですか。あ、聞いちゃおう。いやこれもちょっと気になります。この機会なんで。結構長くなるぞ。いや全然、はい、教えてください。とある王国に女が住んでいた。その女には一人の息子がいた。その息子が交通事故に巻き込まれて聞いたな、さっきこれ。その今後過ごしてきたであろう人生をクレヨンで描いた妄想。だからだからミサエの妄想なわけねえな。詮索するんだって、これ以上は。詮索押し合わせる、押し合わせる。ネットにいっぱい転がってるから。こんなのミサエ、これ結構大事。いや、そのちょっと大事、ちょっと大事。考察会は湧かないです、その3文字で。じゃあ他のだったら教えられるかもしれない。あ、他のですね。 D の意思についてちょっともう詳しく知りたい。確かに今ちょっと触れたけど、はい、あ、そうですね。それちゃんと知りたいですね。とある王国に兄弟が、女の子の兄弟が住んでて、はい、はいはいはい、1人がちょっといなくなっちゃうんだよな、妹の方が。それを探しに行くという話があるんだが、はい、おばあちゃんとそのお姉ちゃんのさつきちゃんが再会する。足に足元影ないらしい。もうさつきちゃんって言っちゃってますから。もうさつきちゃんって言っちゃってる。猫バスのシーン。あー、言っちゃった。なるほどな、こっちが美味しすぎて少し物足りないな。あー、やっぱなんだろう、何をこう使ったらいいんだろう。マザーフレームを使いたいかもしれない。マザーフレームをこんなとこで使うもんじゃないでしょ絶対。ちょっと味付けがさ、刺激が欲しくて。そう、刺激じゃ済まないんです。七味とか胡椒みたいな感じで使おうとしてるんですか。ムシアはもう知りたいことはないか。え、ちょっと全然違う方向性のやつと聞いていいですか。もうせっかくムーンがこうやって出るってこと、結構すごいことなの。いや、すごいこと。本当にすごいこと。ありえないことが起こってますから今。ありえなすぎますから。いや、むしろのその全然違う方向のでもいいぞ。あ、本当ですか。うん、え、そのワンピースで好きなキャラとかいるんですか。一応いや、そうですね、お、知りたいですね。結構これは生きては返さんけどな。え、そんな情報。世界政府の根幹に関わるぞ。あら、ムーが好きなワンピースのキャラだろ。はい、ルフィ。なんでだと思う。え、まあ確かに理由が、逆に深い理由が。なんでだと思う。実は20人の中にルフィが、あ、かっこいいから。どう根幹に関われるんだよそれで。ルフィが一番かっこいい。いや、かっこいいですけど。ルフィが一番かっこいい。かっこいいんですけど。なんださっきからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないな。なぜだから言ってない。言ってない。何、ルフィの好きな技とかあります？好きな技、はい、ギガントピストル。なぜだと思う。あ、まあ理由ちゃんとしてるのかな。でかいから。雑魚大喜利してるぜ。この人この人ずっと雑
こういう大喜利してる。詮索するな、答えする。恥ずかしくなって言うやつじゃないですから、それ。今日の動画は以上だ、ビビ。チャンネル登録が欲しい。高評価。切り抜き動画はやり方をシェアせん。早くデザイン公開されてくれ。早くこれを消したってくれ。あんだん君は終わった人、僕の親愛。